ピーカピーカチュー、ピカピピピピカピピピカ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 。はい、どうも、三人称の鉄塔でございます。今日はですね、このポケットモンスターレッツ&ゴーレッツ&ゴーじゃないの、レッツゴーピカチュウ、どういうゲームをやっていきたいなと思っております。いやー、もうちょっと最初のっけから可愛さアピールがすごかったね。のでちょっと、動揺してるんですけども、ポケットモンスターシリーズ僕実はそんなやったことがなくて、でこれがなんか初代ゲームボーイで出てたやつかな、あのリメイクらしいので、まあ、これを機にね、僕もこのいい年齢ですけれども、ちょっとポケモンデビューしようかなというふうに思っております。じゃ早速、日本語。あ、コントローラーこうなるのか。日本語。大人なので漢字で。やっていきましょう。あ、なになに？あ、あ、なんとか博士。はじめまして。こんな声じゃなかったっけな。ポケットモンスターの世界へようこそ。私の名前はオーキド。みんなからはポケモン博士と慕われておるよ。慕われているんだね。ああ、なんだろう、この骸骨みたいなの。まあね、本当にポケモンね、知識として多少は知ってるんだけど、なんか、聞いた話によると、想像より難しそうなゲームらしくて、相性がうんぬんとかあるんでしょ？だからどうなのかな？ちょっと、すごい下手くそだと思うんですけど、なんかでも、このゲームちょっと簡単らしいので、入門にはいいのかなと思ってやってみてるんですが、この世界にはポケットモンスターと呼ばれる生き物たちが至る所に住んでいる。そのポケモンという生き物を、あ、でか！勝負させたり、可愛がったり、そして、てんてんてん。私はこのポケモンを研究しているというわけだ。なるほど。動物博士みたいなもんですね。では、はじめに君のことを教えてもらおう。ああ、君はどんな姿かな？ああ、へえ。主人公が選べるんだ。女の子もできるんだな。まあでも男の子。生意気そうな顔してますね。こんな少年じゃなかったけどな。ちょっと色黒だったから、このぐらいかな。名前も教えてくれるかな？お、名前か。え、つ、と、う、オッケー。ふむ、君は鉄塔と言うんだな。はい。ぴょんぴょんぴょん。あー、お尻がかわいい。あ、誰？なに、この、すごいぴったりした服着てるね。レーザーレーサーみたいな服着てるじゃん。友達でライバル。あ、なんかポケモンってライバルがいるんだよね。名前はなんて言うのかな？ライバルの名前も俺が決めていいの？向こうの親御さんに失礼じゃないかな。そう、どうしよう。名前か。ライバルの名前なんでもいいんだよな。てか俺が決めたくないんだよな、ライバルの名前は。なんかすげえスカしたやつだから。スカシ、スカシって名前にしようか。スカシ。あ、名前っぽくていいんじゃない？スカシ。お前はスカシでいいかな。ちょっと申し訳ないけど、お前はスカシだ。今日から。ひょっとしたらなんかね、悪口言われるかもしれないけど。しょうがない。親を恨め。うん、彼はスカシというのか。あ！何？もうさっきから歩いてばっか、鉄塔！いよいよこれから君の物語の始まりだ。ああ、そうですか？夢と冒険と、ポケットモンスターの世界へ！レッツ&ゴー！おー！なになに？ワクワクするね。あ、これは何？最初のオープニングにもあったけど、これ俺の部屋ってことなの？ちょっと平均的なのかな、こういう部屋が。すごいいい部屋住んでる。モニターでかっ。
ああ、もう動かせる。ここからじゃあ私のポケモン生活が始まっていくわけですね。ポケモンマスターへの道が。お、スカシからメールが。スカシどうした？鉄塔へトレーナーの心得を教えるぞ。ちょっと言葉が片言なのかな？ A ボタンでいろんな人に話しかけよう。メタだね、急に。A ボタン。スティックを大きく倒すと速く走れる。X ボタンのメニューでレポート選べば冒険を記録できる。楽しみだな、スカシ。セーブはいつでもできるのかな？レポート。冒険を記録する。あー、なるほど。いつでもできるっぽいけど、セーブデータ1個なのか。だからやり直すみたいなことはできないわけだね。ニンテンドースイッチだ。テレビと繋がってる。おー。ほんとだ。スイッチがある。ちゃんと。コントローラー1個しかないじゃん。もう1個どうしたの？なくしたのかな？とりあえず降りていきましょうか。お！お邪魔します。あ、スカシ来たな。結構元気に入ってきた。わあ、勝手に上がってくるタイプ。靴のまま上がってくるタイプのやつ。おはよう。案外あれだね。スカしてないな、こいつ。ん？どうした？不思議そうな顔して。俺、待てなくて迎えに来ちゃったんだ。なんだなんだなんだ。いよいよ、今日、俺たち、ついに、オーキド博士にポケモンをもらって、トレーナーになる。ああ、なに、そういう、日があるのかな？なんか、通過儀礼みたいな感じなのかね？割礼みたいな。あ、でもその前に、昨日、鉄塔に送ったメール、まだ読んでなかった。見た見た見た。見たよ。じゃあ、俺、オーキド博士の研究所で、待ってるから、あれ、透かしてない！透かしてないな。悪い名前つけちゃったね。いい子かもしれないな。ライバルだけど。テレビで映画をやってる男の子が4人、線路の上を歩いてる。おー。僕ももう行かなきゃ。なんだなんだ、スタンドバイミーじゃん。あ、お母さんもちょっと黒いな。京子さん。お母さん、さあ、大木田博士のところに行ってらっしゃい。スカシ君が、二人でポケモンをもらえるように頼んでくれたんでしょ？そういうことなんだ。スカシいいやつだなぁ。うん。こんなもんか。おー。おー。何あの子。挙動不審な女の子がいる。あ、みんなその場に立ち止まって。ちょっと挙動不審。大丈夫かな？いい家住んでるね。マサラタウン。あ！さよならバイバイするところだ。知ってる。マサラは真っ白始まりの色。まっさらってことなんだ。へえ、初めて知った。博士が、フクロウに襲われてる。あれ多分博士だよね。これが隣の家のスカシ君の家か。もうとりあえずじゃあそのまま行っちゃっていいのかな？博士、ポッポたち、どうもありがとうよ。お、なんだなんだ。ポッポって聞いたことあるな。鳥ポケモンだな、多分な。おかげでお前たちのことがまた少し分かったぞ。ポッポについては、あんまり知らなかったんだ、大木戸博士。おう、鉄塔ではないか。何ですか？大木戸博士の胸のペンはあれだね。多分、ニンテンドースイッチのコントローラーの色と対比させてんのかな。そうじゃ、翔太、今日はお前とスカシに、ポケモンをあげるのじゃったな。早速研究所に。あ？あ、ベジャンコがスマッシュブラザーズを始めた。ちょっと待って。ちょっと待って。これは、表示消したい。ちょっと表示消すね。あー、危ないとこだった。あー、危うくいいところ邪魔されるとこだったよ。知り合いに。ん？あー、来た！あー、なんだなんだなんだ。尻尾ぺったんこじゃん。あ。なになになに？戦闘？なに？野生のピカチュウが飛び出してきた。こんなところまでピカチュウが来るとは珍しい。せっかくだからポケモンを捕まえる練習をしてみよう。モンスターボールを投げてポケモンに当てて捕まえるんじゃ。画面、ジョイコンを画面のボールに向けてまっすぐ持ってください。俺ジョイコンこの2つ合体させたやつなんだけど大丈夫かな？まっすぐ持ったら構えるで A ボタン。構える。ジョイコンを振ってボールを投げます。振りすぎ注意。あっ！せっかく出てきたポケモンにボールぶつけて、こんな感じなのか。あっ！
なになに？やったー！ピカチュウを捕まえた！いいのかなー？捕まえて。ピカチュウ的にはオッケーなんかね、捕まえられちゃうの。ちっちゃくなっちゃった。初めてにしては上出来じゃ。さあ、そのモンスターボールを拾って、捕まえたピカチュウに名前を付けてあげなさい。あ、もう俺のなの？これ。あ、なにー？あれ？ビビリ玉っていうやつみたいになってる。なんという元気なやつじゃ。なに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 ？あれれれれれれれ。あんな状態でもいけるもんなの？お？沖田博士、そこのモンスターボール、さっきは2個だったのに、なぜか3個に増えたんです。その割にはモンスターボール置く台があるけど、ちゃんと3つ分。さっきは、一つはさっき鉄塔が捕まえたピカチュウなんじゃ。鉄塔自分で捕まえたのか？わ。あれだな。なんだか面白いの。鉄塔よ、今度こそボールをしっかりと手に取ってやりなさい。このとかダメ？真ん中のボールに入ってる。これじゃあ違うの選んだらどうなるのかな？あ！ダメなんだ。なるほど。そっちじゃないよ。ホイミン的な感じでね。ちゃんと捕まえましょう。なになになに？光っている。出てきちゃったよ。いいの？はあ！はあ！れれ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 。あれれれれ。圧倒的に可愛いな。これ驚きの可愛さがあるね。ピカチュウってこんぐらいのサイズなんだ。案外ちっちゃいんだな。ピカチュウは鉄塔のポケモンになった。あ、そう。出たり入ったり変わったやつじゃんの。しかし、鉄塔のことは気に入ってるようじゃんな。鉄塔ピカチュウに名前つけた二度目のやつ。ピカチュウの名前？ピカチュウじゃダメなの？いやーでも、つけようかな。ピカチュウっていうのは要は犬とか猫とか同じだもんね。悩むなー。なるべくならその、名前をね、ピカチュウのなんかを取っときたい。っていう気持ちはあるんだよな。いや、ほんとこういうゲームでさ、最初に名前つけるのっていっぱいあるけど、すごい時間かかっちゃうんだよね。はい。まあいろいろあれこれ考えたんですけど、まあちょっとね、ここは、あえて、スタンダードに、ピカチュウのピカと、うちの飼ってる、2匹の猫たちがいるんですけども、そいつらの名前がソウスケ、タイスケっていう感じなんで、まあスケを取って、ピカスケという名前にしましょう。ピカスケ。ピカスケを手持ちに加えました。博士、俺はこいつに決めます。イーブイをもらった。イーブイってあれだな。ピカチュウとイーブイってなんか2個出てるから、それ、1匹選ばれなかったやつがいる。超かわいそうじゃん。何なんだろう。何ポケモンなんだろう。あ、もう動かせる。かわいそうだな。この選ばれなかった子にしてあげたい。あ、なんかちょっと待って、ついてきてない？あれ、ついてきてる。あ、いなくなった。あ、ついて、出てきた。いいんだ。街中いいんだ、別に。あーれれれれれれ、かわいいよ。新米トレーナーが自分で初めてのポケモンを捕まえるとは。わしも、こんなことは初めてじゃぞ。ほんと？あ、それだけ？はい。かわいいな。イーブイ欲しかったんだ。ちょっと見してみろよ、お前の。スカブイをよ。見してくんないのか。もういいのかな？あ、女の人がいる。ちょっと待ってくれ。トレーナーだったお前たちに一つ頼みがある。こいつを持って行ってくれ。なんでしょうか。パソコンから？博士何ですかそれ。ポケモン図鑑。ほうほう。見つけたポケモンのデータが自動的に書き込まれて、ページが増えていくという。大変ハイテクな道具なのじゃ。これをお前たちに預ける。ほうほうほう。ポケモン図鑑をもらった。やったぞ。今なんで一周回ったんだろう。ポケモンをただ見つけただけでは詳しいデータを手に入れることはできん。
ああ、捕まえなきゃいけないのか。なるほど。この世界、すべてのポケモンを記録した完璧な図鑑を作る。それがわしの夢だった。しかしわしももうジジイ。そこまで無理はできん。そうですか？そこで、お前たちにはわしの代わりに夢を果たしてほしいのじゃ。ああ、なるほど。ポケモン図鑑を埋めるのが目標なのか。俺すぐ行きます。鉄塔も自分のペースで焦らず来いよ。いいやつだな。え、いいの？こんな、この街を離れていいのかな？待っているぞ。そうかい。ああ見えても大木田博士はポケモンのオーソリティなの。また難しい言葉急に使ったね。ポケモンを博士を尊敬するトレーナーも多いのよ。ほうほう。助手もいるんだ。案外やっぱ認められてるんだね。結構助手いるじゃん。同じことしか言わない。あー、モンスターボールの購入は、ん？戦って弱らせる必要はない。あ、そうなんだ。なんかすごい瀕死にさせてから捕まえるっていうイメージがあったけど、このゲームだと違うのかな。あ、お母さん。わーかわいい。博士にいただいたのね。自分で捕まえたの？すごいじゃない。なんて呼べばいいの？ピカスケちゃんね。ああ、喋った。すごく元気。冒険に出かけるんでしょ。こんな日が来ると思って用意しておいたの。タウンマップ。ほう。自分のいる場所がわかる。あ、そんな感じでもう世に出ていくものなんだ。子供たちは。ああ、じゃあこの街過疎化が進んじゃうね。すごい太ってる。科学の力ってすげえ。今はスマートフォンとゲーム機を連動させてデータを送れるんだと。あ、なんか、あれだな。ポケモン GO となんか連動するみたいな話をちょっと聞いたことがあるけどな。やってないからわかんないけど。あー、ポケモンをガードマン代わりにする場合もあるのか。じゃあもう早速出かけていいのかな。いや、もう行っちゃおう。ちょっと待って、あのタウンはひょっとしてさ、お、うん、うん、うん。ああ、本当に田舎なんだね。家2軒しかないんだ。ど田舎もど田舎に住んでたんだな。そっか。一番道路、トキワシティ。上に行けばいいのかな？ああ、なんか、なんだこれ。あ、なるほど。シンボルエンカウント方式なんだな。謎の草。構える、バック、ヘルプ、逃げる。構えるってなんだろう。あ、モンスターボールもう2個持ってるってこと俺。じゃあこれもう捕まえられんの？ほい。あ、ちょっと待って、難しいかもしれないぞ。あ、もう1個なくなった。あ、ちょっと待って。どういうタイミングで投げればいいの？こう。エクセレント。ん？お！何？結構すぐ捕まえられるんだね。謎の草、レベル4、ボーナス倍率 2.4。はあはあはあ。あ、経験値も、捕まえるだけで経験値もらえるんだ。ずいぶん、あれだね。楽になってるのかな、そういう面では。やったー。謎の草、ただの草だと思って引き抜こうとすると鳴き声がする。なぜかとても恐ろしい気分。ああ、そういう感じのあれなんだ。なんだっけね、そういう花あったよね。謎の草。名前決めらんないの？あ、そう。なんで、名前決めらんないんだ。マンドレイクって付けたかったんだけどな。あ、名前を変えるってのあるのか。じゃあ一応名前、なんか、わざわざ変えるよりも、取った時に変えたいよな。そっか。一応じゃあ変えとこう。マンドレとかにしとこうか。ああ、いいね。なるほど、なるほど。
じゃあ敵に当たらないで進むこともできる。なんかこういう子がさ、急に襲いかかってくる世界なんじゃないんだっけ。道に段差があるだろ。飛び降りるのはちょっと怖いけど、マサラタウンに行かれるときは早く帰れていいよ。なるほど。段差飛び降りが？ああ、なるほどね。あ？なんかいるな。なんかいるのか？いねえな。何の声だろう、今の声。あ、なんかいたな。ネズミ。ラッタ。ラッタって名前じゃなかったっけな。よし。もうどんどん捕まえちゃっていいのかな？じゃあな。戦わないで捕まえちゃっていい。ああ、かわいいね。ほらった。攻撃もされないじゃん、だって。ちょっと難しいな。な、どういうタイミングで投げればいいんだ、これ。こういう感じ？あ、はいはいはい。で、これどんどん捕まえちゃうよ。ほらったを捕まえた。あ、経験値全然もらえない。なんででしょう。あ、もうレベルが上がる。なんだいなんだい。電光石火を覚えたって。ご機嫌だね。コラッタのデータが新しくポケモン図鑑に登録されます。動きを見るっていうのもできるんだ。キャバが2つ。とにかく何でもかじってみせる。かじってみる。一匹見つけたら40匹、ゴキブリみたいな感じで言われてるじゃん。かわいそう。あー、次の動き、鳴き声も聞けるの？へぇー。あー、かわいい。よし。ここで名前変えたいけどなー。ダメなんだね、それは。そうすると、こう、ちょっと、なんか結構手に入りそうだからさ、名前をいちいちつけていくのが大変そうなんだよな。でも最初につけてあげないともうつけるタイミングがないからね。よし。お前の名前は、コラモトだ。いいぞ。もう3匹もいるじゃん。早いな。戦った方がいいのかなぁ。ん？なんで？どうした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 ？ん？どうしたどうした？なんかあるの？ここに。なんで、びっくりマーク出た？どうした？おいー。茂みの中から何かを見つけた。釣りの実。釣りの実って何？釣りの実って何？あ、じゃあ急に襲われた！飛び出してきたというか、もう、あ、戦った方がいいな、じゃあこれは。構えない、構えない。ん？戦わないのか。ちょっと待って。このゲーム戦わない？待って。ひょっとして、誰かと戦うってことはないのか？逃げよう。野生のと戦うときは逃げるとか、そういうのしかないのかな？一生襲われる。一生コラッタに襲われる。ちょっと待って待って待って。ってことは、捕まえることが目的なのかな？いいポケモン連れてんじゃん。僕もお気に入りのポケモン連れてくるから、後で勝負しようよ。今、出してこいや。そういうことなのか。じゃあ、普通の戦闘、いわゆるまあ雑魚戦っていうのかな、というのがなくなったのかね。トキワシティ。お得な掲示板。モンスターボールがなくなったらフレンドリーショップで買おう。お金持ってんのかな、そもそも。お母さんお金渡してくれたかな、女の人が。ニキビ、あ、違う、ニビシティまでお買い物行きますけど。常盤の森って曲がりくねって、道が曲がりくねっているのよ。ああ。ああ、はあ。じゃあ、何なんだろう。勝負とかもないのかな、あるのかな。みんな立ち止まって正面向いてるね。まあ、村の人は、お、イモムシポケモンには2種類いるって知らない？知らない。ケタピーは毒がないけど、ビードルには毒があるよ。ポケモンが刺されないように気をつけようね。あ、またなんか、どうしたどうした？なんか見つけたな？あ、花の香りを嗅いで、あ、なんじゃい。
なんじゃい。ここは何でしょうか。あーなんだこれ、ちょっと気持ち悪い、なんかがいる。ラッキー、ラッキーラッキー、ラッキー言ってるやつがいるな。ただいまマシンのメンテナンス中です。すいませんが後ほどそれを伝えるだけのためにこの人は正面を向いてずーっと立っている仕事をしているんだな。大変だね。たくさん捕まえたポケモンはボックスに送られるよ。君のバッグの中にもボックスがあるでしょ。ありましたっけ。ああ、なんかいいジジイがいる。マガジンラックの本はご自由にお読みくださいと受付の姉ちゃんが言っとった。俺には言ってくれなかったけどな。ポケモンジャーナル。広告がある。秘術と呼ばれる技を使えば木を切って道を作ったり暗い場所も明るく見えたり。便利なことだらけ。あなたも秘術学んでみませんか。関東秘術協会。なんか怪しいな。まあ今は何もできないよってことかな。トレンドと戦ったことある。素早さが高ければ相手のポケモンより先に攻撃できるよ。なるほど。まあまあまあわかりますよ、その辺はね。うんうん。さて、何をすればよいんじゃろうな。みんなボール変えって、あ見たことある。ロケット団でしょう。名前は知らないけど、真ん中のが、なんか、あ、ニャースっていうやつっていうのは知ってるな。ここで、あ君はマサラタウンから来たんだね。なんでわかるんでしょうか。大木戸博士を知ってるね。頼まれてるんだけど、今手が離なくて、大木戸博士に渡してくれるかい。お届け物ってなんだろうね。バッグにしまった。なんだよ、一回帰んなきゃいけないやつじゃん。研究所に戻ろうかな。え？飛んでいけるってこと？あー、じゃあまあ戻りましょうか。時短のために。帰ってきたぞ。なんか頼まれ事をしたぞ。おーってと、どうだいピカチュウの様子は。ん？なに？なになに？おう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 おお、かわいい。ただかわいい。ピカチュウはすっかり鉄塔の相棒気分じゃ。お前ポケモントレーナーの才能があるな。マジか、やったぜ。お尻かわいいな。私に渡すものが、届け物、注文の品。しかし、あのコンビニ店員みたいな人をもう簡単に渡したね。やっぱ、牧歌的な世界なのかな？そんな、まず、確定的じゃない、その村の人か確定的じゃない子に、渡してくれるかもわからない何かを渡した。何を買ったんでしょう？俺の EV 技を！何それすげえ、どういうこと？あ、乗っかってるのっていうのがもうすごいことなんだ。しかし、グッドタイミング。二人にやろう。ズリ飲みまたもらった。俺ズリ飲みばっか手に入れてるな。何ズリ飲みは。美味しそう。美味しそう。ポケモンが食べるもの。ボールを構える前にズリ飲みをポイッと投げればポケモンが喜んでグッとつか。へえ、そうなんだ。しかし、お前本当なんかちょっとお調子者なんだな。お調子くんとかにしとけばよかったな。集めるも、気に入りを育てるも、二人の自由じゃ、楽しくやってくれ。それだけのために俺は戻ってきたのか。ズリの実は何個持ってるんだろう。はぁ、あ、はぁはぁ。また！ポケモンは捕まえるだけじゃない！トレーナー同士で戦う、うわぁ、やろうとしてるな。俺が、どんな感じか俺が教えてやるよ。いざ勝負。来やがった。こんな野郎。あー、音楽かっこいいね。ポケモントレーナーのスカシが勝負を仕掛けてきた。EV。あーっと、ちょっと可愛さ、五分の可愛さがある。戦うポケモンバック。戦うでいいのかな？戦う。あー。なるほど。これは電気ショック
ックの色が違うのはどういうことなんだろう。これをやんなさいってことなのかな。電気ショック、電気の刺激を相手に浴びせて攻撃する、麻痺状態にすることがある。はあ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 、この辺なんか知ってるのもあるな。あ、電気技とノーマル技っていうことか。なんかこれが相性になってくんだよね。EV って何なんだろうな。見た感じ、火っぽいけど、電気効くかな。いけ！おー、そうでもない？痛っ！あーでも、このまんまだと勝つぞ。電光石火もちょっとどんぐらい減るのか見てみたい。早っ！ああ、案外いいダメージ。泣き声。ああ、かわいい。なるほど。そりゃ攻撃力下がるわ。下げてきた。けれども、電気ショックで押していこうか。今、悪い顔してなかった？ピカチュウ。はい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 。あれもう終わっちゃうぞ。しかし、電光石火で、あんまり才能がないのでは？ああ、かわいそうだな、でも。EV、ああ、かわいそうだな。やったー。あ、控えももらえるんだ。いいね。負けちゃったの？わあ、しかも120円はスカシから奪い取ったのかな。いいのかな？お金もかけられるのか。恥ずかしいね。確かにね。ちゃんと育てて戦えればよかったかな。時々勝負しようぜ。あー、泣きながら言ってしまった。やったー。勝ちました。初戦。もう用はないのか、お前は。はい。よし。体力って回復するのかね。減ったまま？あ、回復してるじゃん。あ。のんきな性格。なんか性格とかもあるって聞いたことがあるなぁ。それでなんか、なんだろうね。成長度合いが変わったりするのかなぁ。全然わかんないや、その辺は。多分なんか違うくなるんでしょう。あー、ただただ可愛いなぁ。どうした？女の子。ペットくん。ピカチュウ乗せちゃって、もう相棒って感じね。そんなあなたにぴったりなプレゼント。みんなプレゼントくれる。スポーツウェアをもらった。これ、スカシと同じやつじゃねえだろうな。ピカチュウに着せる。あ、なるほど。ん？どうした？どうした？なんだ、かわいいだけか。かわいいだけか。なんだ、触れ合いってなんだ。ピカスケと遊ぼう。ピカスケに重ねて手を動かすと撫でることができる。マジか。Y を押すと手が真ん中に戻るよ。手は？手、あ、手や、あ。おほほ。あ、なに今の。ただただ可愛いんだけど。木の実をあげよう。ZRA で木の実を掴んでピカスケの口に持っていってあげよう。ほう？ほう？あ！ちょっと食べ方が。あー、でも可愛い。いや、なんもしない。もういいか。一個でいいか。太りそうだな。いや、もう、ああ、これはすごい機能ですね。なるほど。近々言ったらあなたと遊びたいみたい。時々構ってあげないとね。え、なるほど。逆にじゃあ構わないと仲悪くなったりするんだろうか。はあ。なんてゲームだよ。コラッタが飛び出してきた。あんまりでもさ、捕まえてもなあ、あれだからな。なんか、捕まえて、名前つけて何もさせないってちょっとかわいそうだから、あんまり捕まえたくないなぁ。あれ？さっきのやつじゃん。あ、ちょっと待って、こいつ。
こいつ初めて見た。なんだっけ、ツバメ、あ、おっぽ。ほい。あ、避けるとかもあるんだ。タイミングが、こんな感じ？ちょっと、あ、構えてからか。こんな感じ？はい。いいですね。ポッポを捕まえた。お、案外経験値もらえた。ポッポオス。ピカスケメスなのか。そういえば。全然気にしてなかったけど。メスなのにスケってつけちゃったけど、まあまあいいか。みんな上がってくね、レベルが。いいね。オスメスもちょっと考えてあげないとあれだったな。全然考えてなかった。ポッポはオスか。おとなしい性格で襲われても反撃せずに砂をかけて身を守ることが多い。そうか。1.68 キロしかない。うちの猫なんてもう5、6キロあるのに。じゃあ名前をつけてあげましょうね。よし。君の名前はポッオ。ポッオです。男の子だからね。すっごい呼びづらいけど。ポッオ。いいでしょう。まあなんだよ。さっきは、あ、さっきはありがとう。まあここまで来れるんなら自分で私に行けよ。フレンドリーショップは便利な道具屋だからね。ぜひ買い物に来てね。見本をあげよう。見本くれるんかい。傷薬もらった。はあ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 。傷薬を使ってあげてね。なるほど。了解しました。これ捕まえてった方がいいのかな。ちょっとわかんないな。トレーナー同士、目と目があったね。なになになに、歌詞みたいなこと言いやがって。お前、あー、急に勝負を仕掛けてきた。音楽すげーかっこいい。短パン小僧の太一。太一、こら。こらった。その辺で捕まえたやつ、出してきやがったな。いやー、いいぞ。かわいいぞ。ただかわいいぞ、こっちは。前歯すごいが、もう、ビリビリですよ。うん、あ、強い。うちのピカスケのちょっと強さが尋常じゃない。この辺で出会ってはいけないタイプのポケモンだな、多分。ロマリア行ったあたりで出会うタイプのポケモンだね。おい。はい、申し訳ない。いやー、短パン小僧申し訳ないが。勝った。強いなー君。うわあ、しかもお金まで巻き上げた。短パン小僧から。あ、モンスターボールももらえるんだ。すげえなー。なんか、メンコの世界は生きてるんだね、ポケモンには。あら、またあいついる。また勝負仕掛けられそうでやだなー。ちょっともう、いいよ。お前はいっぱいいっぱい、あ、逃げられなかった。鉄塔嬉しそう。別に嬉しくはないよ。あ、なるほど。トレーナーに勝ったのすごいじゃん。お前にも勝ったけどな。忘れてんのかな。自分がまだトレーナーだと自覚がないわけだね。戦ったポケモンは体力とか技のポイントが減ってるから。ポケモンセンターでポケモンを預けて回復してもらうんだ。あー、なるほど。時間もお金もかからない。じゃあポケモンセンターは何で収入を得ているんだろう。戦ったら回復忘れちゃダメだぞー。優しさしかないね、スカシ君。ただ、ポケモントレーナーとしての才能がちょっとないだけなんだな。じゃあ早速回復しに行きましょう。もう治ってるのかな？こいつは本当に気になる、この、ちょっと気持ち悪い。なんつったっけ？こいつの、多分元となってるっぽい生き物の名前。ウーパールーパーだ。ウーパールーパー的な、あれもさ、可愛いって言われてるけど、ちょっと気持ち悪いんだよね。ポケモン休ませてあげます。ほうほうほう。あ！ああ。このハートマークは、何なんだろう。仲がいいってことなのかな。うん。あ、そういえば着替えができるっつってたね。着替えだけさせたいな。どうやるんだ？バックか。お着替えトランク。
じゃあまず自分から。あ、俺のじゃなかったんだ、あれ。ピカスケのなのか。帽子？ああ、へえ。耳んとこにちょうど穴の開いた帽子なのかな。とりあえず被せとこう。洋服。ああ、へへへ。スポーツウェア。かわいいなぁ。あー、オッケーオッケー。へぇー。こういうこともできるんだ。これさ、ピカチュウ以外は、並び替える。こうするとどうなるのかなぁ。あ、ちょっと待って、ボールから出すっていうのがあったな。とりあえずちょっと並び替え戻して、ボールから出す。マンドレと一緒に歩きます。そうすると、あ！なるほど！ピカチュウはそのままで、マンドレが、何匹まで出せるんだろう。コラモトも出せる？いや、一匹だけっぽいな。あ、一匹だけなのか。そうか。どうしようかな。出しとくとなんかいいことあんのかな。ただ見るだけかな。じゃ、マンドレにしとこうか。ポッオでもいいけどな。とりあえずマンドレと一緒に歩こう。よし。行くぞ、マンドレ。すごい、なんか面白そうな気配がする。いや、もちろんね、なんか多分、戦闘システム、確か、もっといっぱい戦うタイプのゲームで、戦って経験値を稼いでいくタイプのゲームだったと思うから、ね、今までやってた人はなんだよって思ってる人もいるのかもしれないけど、いや、僕としてはちょっとなんか楽しそう。まあ何より可愛いからね。いやー、ちょっと、じゃあ、次回からどんどんやっていきましょう。とりあえず、今日はこの辺にしとこうかな。ちょっとピカチュウで。ピカチュウ見ながら、お別れしたいけど。あ、へえ、これが図鑑か。なるほど。ああ、なるほど。こいつ、いいな。ああ、いいですね。言語切り替え？あ、そういうことか。じゃあ、次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。